こんにちは。非常事態宣言が出て、海の活動はほとんど神奈川の場合は中止になってしまいましたね。もうこうなったら今度はどうやって早く活動を再開できるか、またそのためにはどういうことをみんなで話し合って何をすればいいのか、ぜひちょっと皆さんで話し合いたいと思います。ズームミーティング始めますよ。また1年間をつだから夏だけだったら海水浴がメジャーになっちゃうから他のものは見えないけど、いろんなものがこう一つの形で見えるためには、一回それを全部こうデータとか情報として収集した上で、さあどうしようっていうのをちゃんとやらなきゃいけないと思うんですね。で、特にこれ、海水浴があるところは、それをちゃんとやらないと、またすっごいへんてこりんなことになっちゃって、海水浴場はいいけど、他はやっちゃダメですよとか、わけのわかんないことが起きる可能性だってあるわけですよ。行政の判断というか。彼らははっきり言って海の学習できてないから。てか今の現状はそういう人たちがいるってことは分かってるが、それを分析もできてないし、それがどういう行動パターンでやってるのかも分からないし、分からないから閉めちゃったわけじゃないですか。で、分かるんだったらもう少し具体的にこうしたらいやしたらいいって言えるけど、でも街の中の都市部だって同じこと起きてると思いません？でも一応医療関係とかスーパー開ける、でも飲食店はなんかやっちゃダメな自粛って言いながらやってもいいような、わけのわかんない状況になっちゃってるじゃないですか。でもこれは、ま、今閉めてでもこんな状態だから、ちょっとでもこうやるって言ったらみんなどうなっちゃうかなっていうのは心配ですよね。だから ここからは本当の行政が号令かけて閉めたら、本当に住民がそれぞれちゃんと自粛能力を持ってどうやって自分たちでそういうことをやっていくかっていうことをちゃんと行政なり国なりメディアにもちゃんと言って やっていくぐらいのことをやれて、僕やっと成熟した社会っていうか、まあ欧米って言っちゃおかしいけど、日本の場合そういうことが、まあ昔はその村のね、村っていうかそういうあの町長とかじゃないこう村のいろんな棟梁みたいなのがいてやってた人がいたんだろうけど、そういうものは、まあ、崩壊しちゃってないわけだから、今度は自由で放置して、海岸の使用は自由ですよって、都合のいい時は自由って言ってきながら、突然閉めるって、じゃあその間の全く情報が行政が持ってないのに、法律でやったからやりました。あとは、今度は段階的に開けましょう。じゃあどうやってやるのって時、誰もコメントできない状態だったら、僕はやっぱ海を使ってるとか、海を、いろいろと情報を持ってる人のグループをもっと強固にして、もうさっき言ったサーフィン業界もそうだし、他の人もそうだし、いろんな人がどうやって使っていくかっていうのを、じゃあそこに一人関心じゃなくてもいいから何かこうそういうことを管理する人を置いてみようとかっていうんだって、実験してみなきゃいけないわけですよ。だからそんなようなことをちょっと先僕話しちゃったけど、そういうのをみんなさんにも拡散してもらわなきゃいけないし、できたらビーチクラブってのはそういうことを一つのモデルとしてできる団体でありたいし、せっかくそのノウハウっていうのは僕一人はまあ大声出してるだけだけど、皆さんのいろんな知恵を使えば、まあある種目っていうのはその種目だけに取っかかってるからさ、決して外に対してアピールできてないケースが非常に多いから、やっぱりその辺は大人っていうか広く見てる集団としてきちっと、むしろ世の中の人を味方につけるっていうようなことを考えるようなことをぜひやっていきたいなと思うんですよね。一人一人ちょっともしコメントがあったらどんどん入れといていただいて。まあビーチクラブっていうのはまたそれも一団体なんですね、うん、でこのビーチクラブの一団体、まあこういった団体がまあ仮に10団体あったとして、それを今度連合会もしくは協議会として、それで力をある程度出していくというやり方をしなければいけないんですけど、そこにはコーディネーターが必要なんですよ。でそのコーディネーターを今度育成しようと。だから例えば僕らは研修会でこういったノウハウを、どんどん作り上げていっているので、それを今度認定すると。で認定されたそのインストラクターであれば、今のようなコーディネートは、できるようになるんですね。だから一団体のただのインストラクターなのか、その全部その地域をまとめられる
コーディネーターのそのインストラクターなのか、このインストラクターの名前が、ドジさん、イーサカって言うんですけど、ちょっと説明してあげてもらえますか。たまたまあるんだけど、アーススポーツアクティブコーディネーターズアソシエーション、そういう名前なんですよ。っていうか、いろんなことでそういうふうになっちゃったんですけど、こういうアーススポーツアクティブコーディネーターズアソシエーション、緊急事態宣言が出て延期になっちゃいましたよね。でもさあどうしようじゃなくて、もうできればその後の解除に向けてみんなでどういうことをしていったらいいかっていうの、そんなことを今日逗子のビーチクラブが中心になったので、逗子のおうちでビーチクラブ、逗子のズームミーティング、ちょっと皆さんに聞いていただこうと思います。今だからこのお話ってそれに限らずやっぱり世の中全部そうですよね。食べ物さんとか飲食店とかもそうですし、そうなの、どうやって解除するんだっていう、うん、でもこの状態だと勝手になんか自分で緩めていっちゃいますよね、きっと。いやだから緩めていっちゃう人がいたらまた行政は家畜と同じ扱いするわけだよ。ネパールとかは1人でも出てすぐにシャットダウンしてロックダウンして、でもう今良くなってる。あとベトナムもロックダウンが早かったからもう今普通の生活に戻れてる。でも日本ってこのまま行ったら、うん、いつまでもうなんか解除されない気がして。だからそれは行政の初動の遅れでしょ。そうですね。でそれはほらそのそれこそ軍事的な戦略で、ま、今日本は勝ってるようでいて持久戦に組んでるだけじゃ、欲しがりません、勝つまではっていうのと変わんないよ、今は。データ出してくれないんだもん。それで時々勝った負けたな みたいな減った減らないなんて言ってるのとちょっとも変わんないですよ、なんか雰囲気的に見て。今はどこのサーフショップやなんかみんなそうでしょうけど、とりあえずは我慢してればいいやってとこなんでしょう。あと1月2月ぐらいしてくるともう経済的に立たないから勝手にやりますみたいな。だってさ、もう6月のさ暑くなった頃どうすんだこれ、家に帰るの、だからもうどんなことがあってもその何らかの段階的なその口実をつけてもね、何らかのみんなが少しずつ海に来れるような環境はやっぱり知恵絞れば僕できると思うんですよ。知恵を絞らないきゃ無理だと思う。知恵を絞ると同時に全体を見なかったからトラブるわけでしょ。どことやっちゃったからってトラブってるわけでしょ。全体をちゃんと掌握できてなかったわけじゃない、いろんなものが。だから最初から海側は全部とりあえず掌握してみようよっていう考え方ができれば、そこがこぼれてなければそれは大丈夫じゃない。で、あとはそのお互いに海側で納得できるレベルのことで、納得できなければシャットダウンするしかないんだよ。納得できるとこはやれるんだよ、大人の人間だったら。湘南ってもともと100年前は療養所なんですよ。で、療養所の後、まあ、海水浴場になったりしてるんですよ。ね、なぜかって、やっぱりその都市に比べて海岸、海っぺりの治癒力があるよっていうのが、要するに海水浴とか療養所ができた、空気がきれいってだってっていうのを医学的根拠でもちゃんと証明してってあげたら、弱者を海に呼ぶために海を開放しましょうといいわけでしょ。だから元気なサーファーはちょっと我慢しててね、でももっと他に困った人がいたら散歩するだけの海岸を開放してあげてもいいじゃない。で、サーファーだって来るのに密になるだけだから、来方とか車の止め方とかいろんなレギュレーションを作って、で、海岸には滞留しちゃダメだと。もう嘘、海入っても1時間あったら出てこいと、しばらく。
ていうふうにちゃんとやれば別に何の問題もないわけですよ。で、それこそ、長く入ってたかったら、じゃあ1時間超過1万円っていうか、それで払えるんだったら、それはそれでまた、そういうレギュレーションをみんなで考えれば、ある程度お金使えなくて、適当に遊びたかったら、はーいって1時間で帰ってくれるよ。俺はどうしても2時間やりたいんだって、なんかすごいいい会社できてやりたいんだったら、じゃあ5時間どうぞ5万円って言ってくれたら、みんなその周りの施設が良くなるんだからさ。それはそれで、で、まあそういう人って別に波をガンガン乗る人じゃないから、ね、むしろ言ってくれた方がありがたい人なのかもしれないし、そんなの知恵出してこう考えてったら、面白いやり方いっぱいできるんじゃないかと思うよ。海と駐車場だったら、それは多分可能だと思うんですけど、今ステイホーム、ステイエリアになったら、そのエリアの人がそこに住んでたっていう特権と、そこの町にちゃんと税金を納めてる以上、そこの町が保護されてしかるべきことなんだから、海の町に住んだってことだったら海の町を使っていいんだよ。でも海は自由使用で全国民のものですって言う、また勝手なこと言いながらさ、それで住民のものなのかって言いながらって調子いいこと言ったって誰もやるわけないじゃない。だから結局海水浴場とかさ、海をも海で利益上げられそうとかはーいって手を挙げてやったけど、そうじゃないとか結局国の予算もらってやるしかやり方ないんだからさ。だからそんなことだってこの中にちゃんと言って、君側からお前ら行政政治家おかしい、何もやってくれてねえじゃねえかって言えるように勉強すべきなんだ。